こんばんは、ワインマフィアチャンネル三野正弘です。今回はちょっとね、面白いワインたちをね、見つけてきたので、ご紹介したいと思うんですけど、1つ目は24カラットの金箔入りのねスパークリング、すごいでしょ。と南フランスのね、赤ワインで、ブラックゴリラっていうね、どぎつい名前の赤ワインをね、見つけたので、この2つをねちょっとご紹介していきたいと思います。今はね、本当にシャンパン不足、世の中がこうシャンパン不足で、僕のね、担当してるお店とか、夜のね、ナイト系のお店とかにしても、もう本当にねシャンパンが手に入ってこない、回ってこないんですよね。まあやっとね、新地とか南とか活気がね出てきたかなっていうタイミングで、肝心なシャンパンが入ってこないってことで、まあ正直ねお店もねむちゃくちゃ困ってます、むちゃくちゃで。まあこのシャンパンっていうのは、まあ例えばドンペリとかブーブとかベルとか、そういうねちょっとこう高級なハイレンジのシャンパンのことです。最近はまあアメリカのスパークリングとかね、イタリアのフランチャコルタとかもう注目されるようになってきてはいるんですけど、まあやっぱりね新地とかそういうまあ銀座とかいうとこでいうシャンパンっていうのは、やっぱりね今も昔もやっぱりドンペリとかね、ベルエポックになってきます。で、やっぱコロナ禍でね、物流が止まってたり生産量をね、調節してたりっていう、まあ、いろんな原因ってあるんですけど、とりあえずない今はMHD さんとかのインポーターさんとか他のねシャンパンのねメーカーの人たちももうほんと声揃えて言うぐらい、もうどうにもならんのですわって、このシャンパン不足少しでも早くね回復してほしいと思うんですけども、まあそうは言ってもね後ろばっかり向いてられないので、それに代わるような面白いシャンパンであったり美味しいシャンパンをね探すのがね僕らの仕事だと思ってるので、で今回見つけたその一つなんですけど、ドイツのね金箔入りのスパークリングでフェリタスというね名前のスパークリングになります。それがねこちらのねちょっとゴールドのねビッカビカの箱に入ってて、ちゃんとね箱にも24カラットって書いてますね。でこれ実際ね今開けてみますね。こんなんねギフトとかでもらってもやっぱ嬉しいと思いますよ。じゃ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 ー、皆さん見えます？ちょっと待ってるのが見えるかな、ほら見える、待ってるでしょ金箔が。もうこれ店頭で見せた時にあらやらしいと思ったもん。24カラットのねこれ金箔なんですよ。なんかすごいでしょ。ヒヒヒヒヒ。まあこれをね、グラスに注いでもらうとこう金箔がねブワーって舞うんですよね。で、フェリタスっていうのはラテン語でね幸福とか幸せとかそういう意味で、インドとかもそうなんですけどね、まあ古来からね金箔とかね金っていうのは富の象徴ということで、見た目がね、すごいゴージャスなので、まあ贈り物とかワイン会にね、ちょろっと持ってってもいいんじゃないかなと思いました。フェリタスのね、テイストなんですけど、結構こうマスカットを思わせるような爽やかな果実味と、まあ、キリッとしたね、強い泡じゃないんですけど、ちょっとこうクリーミーな泡にちょっとコクを感じます。辛口のスパークリングではあるんですけど、やっぱりドイツっていうのもあってほんのりこうフルーティーなイメージを持ちました。まあでもね、こうやってね、綺麗なしっかりした箱に入ってますし、金箔ということで贈り物とかねそういったものにはね、最適なんじゃないかなと思います。ぜひね、一回飲んでみたいよとか、ちょっとね、近くに予定があるから手土産に持っていくよっていう方はね、ポチッとボタン押せるようにしておきますので、これ多分、ね、2500円だったと思います。またね、2600円だったと思いますわかんないだったと思うので、ショッピングページの方にもね貼っときますので、興味ある方はご購入してみてください。次、もう一本ね、赤ワイン今回ね、ご紹介させていただきます。南フランスのね、ラングドックっていう場所にあるあったかいところでね、作られる赤ワインなんですけど、その名もねブラックゴリラっていうワインです。
名前がね聞いた時にねちょっとまあ吹き出してしまいそうになったんですけど、まあ名前だけ聞くともっとね、僕はなんか力強くて、まあアメリカとかチリとかね、そういうこうあったかい地域のワインなんじゃないかなと思ってパッて手に取ってみたらフランスって書いてあって、と思って、まあやっぱりね、あったかい、ラングドックのところで作られてる赤ワインでしたね。ラングドックっていうとね比較的ちょっとね、まあカジュアルなワインを作る地域ではあります。で今回のワインもこれ1本1600円で、結構ね、コスパがいいので、ブドウはメルロー60カベルネ40のセパージュです。このワインのね、すごさというか特徴はね、なんといってもねこの強烈なゴリラのラベルでしょ、あるでしょ。でよく見てください、このここに15って書いてるんですよ。でこれ15っていうのはこの赤ワインねアルコール度数 15% なんですよ。で大体ね赤ワインってね12、13とか強くて14とかなんですけど、これ15、もう全面に押し出してるでしょこのゴリラが。だからまあワイナリーもそれを伝えたかったみたいです。このゴリラとこのアルコール度数の力強さをぜひ体感してくれということの赤ワインだったんですけど、でましてこの上にストロングワインって書いてなかったでしょこんなストロングワイン。なんかもうストロングチューハイならぬストロングワインってもうほんまあんまりね、なかったカテゴリーだから僕はもう思わずね、手に取ってしまったんですよね。これはね、すっごいアルコール度数もあるし、まあテイストはね、もちろんまあパワフルなね、フルボディなタイプになります、パワフルでねストロングなテイストになります。あとは結構ね、スパイシーなね、感じもして、ただね、力強いだけっていうよりは、まあ、ほんのりちょっとエレガントさもちょっといるかなって感じですね。まあアルコール度数がねやっぱ他のワインと比べて高めなので、まあ、果実味がすごい感じやすいっていうのと、できればね、まあお肉料理、まあ、牛とかそういったものと合わせてほしいなと思う一本でした。まあこちらのワインもね1本1500円っていうね結構こうリーズナブルな感じなので、まあぜひね普段飲みとしてもね使えるんじゃないかなと思います。今回ご紹介した2本をねもし購入したいぞっていう方は概要欄から購入も可能ですので、またポチッとしてみてください。というわけで今回のねワインが飲んでみたいぞと、今回のねワインの説明ためになったぞという方はいいねボタン、チャンネル登録ボタンもぜひ、よろしくお願いします。じゃあねー。